こんにちは。ゴーゴージャングルマーケットストラテジーの時間になりました。この番組は様々なトレードスタイルの個人投資家の皆様にマーケットに関するストラテジーをお届けする番組です。今日はこの時間ライブでお届けしてまいります。日経平均株価午前の終値は234円高21913円となっています。そして後ほどゲストには井上哲夫さんをお迎えします。それではまずはこちらのコーナーから。ゴーゴージャングル人気ピックアップコンテンツのコーナーです。 FX オンで毎日公表している様々なコンテンツから注目度の高いものをピックアップしてご紹介していきます。今日ピックアップするのはこちらです。著名な元ファンドマネージャートレーダーの方々が執筆する投資サロンです。今日はその投資サロンの中でも人気が高く本日のゲストでもいらっしゃいます井上哲夫さんの井上哲夫相場の潮流をご紹介していきます。井上哲夫さんは国内保険会社の有価証券運用部門部長を経て UAM ジャパンインクのチーフストラテジスト兼株式運用部長に転身。その後プラウド投資顧問クイックアジア最大級のファンドオブファンズの MCP グループなどでチーフストラテジストや運用部長を務められました。28年間のファンドマネージャー経験を生かして2014年スプリングキャピタル株式会社代表に就任し各メディアでも現在ご活躍中です。さあ今日ご紹介しますゴーゴージャングルのメルマガである投資サロンの井上哲夫相場の潮流の内容ですが、徹底的に市場分析を行い株式投資を行う環境にあるかを精査し株式市場をはじめとする市場の需給分析を行います。また他にはないオリジナルなテクニカルサイン需給サインに基づく買いシグナル売りシグナル点灯時に告知します。ツイッターでもタイトル名のお知らせをしていますので井上哲夫さんのお名前でどうぞ検索してみてください。また今日も井上さんの分析の元となっている井上哲夫相場の潮流重要資料2018年4月10日版本日版をご用意しています。番組ホームページのゴーゴージャングルアーカイブスのバナーから無料でご入手いただけます。ぜひ皆さん入手してくださいね。その重要資料は今日この後井上さんがご紹介してくださる資料になります。それではこの後ゲストトークコーナーとなります。この番組は投資家の英知をすべての人にゴーゴージャングルを展開するフィンテック e コマースのリーディングカンパニー株式会社ゴゴジャンの提供でお送りします。ゴーゴージャングルマーケットストラテジー、ここからはゲストをお迎えしてお話を伺っていきます。本日のゲストはスプリングキャピタル株式会社代表取締役の井上哲夫さんです。井上さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。井上さん2度目、はい、ね、あ、私3回目です。3回目、あ、すいません、はい、3回目のご登場ということで、はい、井上さんは何でも需給の鬼という、まあ、異名別名もお持ちだというふうにどこでついたか、ね、ずっとそう言われてますけどもね、需給分析って意外とそればっかりやってる人いないんで、はい、それでそういうふうに言われてるんですけど ね、はい、そうなんですね。みんながパ、ーッと見過ごしてしまうようなところで、はい、こういう需給のサインが出ると面白いとかそういう分析をしてるんですけどね。そういうことだったんですね、うん、はい、で本日は、ま、いずれ相場のサポート要因として浮上するであろう2つの需給要因、うん、
そうですね、マーケットはあの2月から、随分と暗い状況が続いたんで、そういった中でやっぱりその売りポジションとかね、需給的にはこのあとその手仕舞いが出たら相場上がるよって、そういったものが出てくるんですね。そういったものが2つほど出てきましたんで、お伝えしようと思います、はい、そうですか。その需給バランスっていうのは結構そのマーケットに影響するわけなんですね、結局、株価っていうのも価格っていうものは買いと売りがぶつかってできるもので、それは需給そのものですからね、ですのでその背景にある、価格の背景にある需給を分析するっていうことですね。はい、では今日のその重要資料を、見ていきながら解説をしていただきたいと思います、まずはこんな資料をお持ちです、これはですね、皆さんよくご覧になるんですよ、日経平均と最低改ざん、最低取引の数字なんですけれどもね、これ日経新聞でも木曜日の朝出ますけれども、水曜日に東京証券取引所が発表しますと、この数字の数字なんですけれども、こちらご覧いただきますと非常にですね、日経平均と最低改ざんの推定に似てるんですね。本当ですね。でこの最低改ざん、最低取引ってどうやって生まれるかって言いますとね、実はあの日経平均というのは構成銘柄が225銘柄決まってますよね、そしてその先物 もありますよね、ですのでその現物の価格、それで構成費合わせてみますと、本来日経平均先物ってこの値段じゃないのっていうのがあるわけなんですよ、それよりもちょっと割高な状態で日経平均先物がいるときに現物をガバッとバスケットで買って先物を売る、その金額で、それって小さいですね、鞘を積み上げていくっていうのが最低改ざんなんですね。ただつまり現物の買い、先物の売りという状況なんですけれども、これが手仕舞いを入れる時っていうのは現物の売り先物の買い戻しって入るんですよ、ただこれが実はですね、なんでこういう最低取引が生まれるかって言いますとね、どこからともなく先物の買いがパンパンって飛んでくると、先物のプライスが割高になるわけですよ、そうすると現物の買いを入れて先物の売りを入れる、となるとどこからか先物の買いが来て、現物の買いを入れて先物の売りを入れるわけですから、買い買い売りって買いの方が一つ大きくなるわけですよ、だからあの先物が何か主導した時に、その動きを最低の買い算というのを積み上げていく時って、あのそれを増長させるんですね。同じように手仕舞いの時っていうのは、どこからともなく先物の売りが飛んできたら、そうなると先物があの割安になるわけですね、そうしますと今まで貯めてた現物を売って割安になってる先物の方は買い戻すっていう動きで、下げる時もその相場の下げを増長しちゃうんですね、それが手仕舞い売り、解消売りって言われるものなんですが、それがですね、今のグラフはどこでも見られるものなんですけれども、これどういうふうにして私の場合見てるかっていうと、この最低改ざんを東証一部の時価総額で割るんですよ。でパーセンテージを出してみるんですね、そうしますとどういうことが分かるかと言いますと、ちょっと見づらくて恐縮なんですが、これ後ほどダウンロードできますのでね、よくご覧になっていただきたいんですが、この左のオレンジのグラフというのが、これ最低改ざんが東証一部の時価総額の何パーセントぐらいあるのって左メモになってるんですが、これアベノミクス相場が始まるまではだいたい 0.75% は精一杯だったんですよ、というのは証券会社の自己部門という人たちがこの最低取引やりますんで、例えば野村証券、大和証券、みずほ証券、それぞれのチームがあるわけですよ、一人でやってるわけじゃないですね、そのチームで与えられてるここまで貼っていいよっていう金額って決まってるんですよね、だそこまでいくともうあと貼れなくなっちゃうんですよね、でその金額のマックスがおそらくこの全体で 0.75% だったんだろうと、大昔は 1% って言われてたんですが、大体 0.75% ですね、それがアベノミクス相場の期間だけはこの緑で囲んでおりますが、逆に 0.75% がサポートになったんですが、それが第1段が終わってからなんですけど、やっぱりもう一回 0.75% で頭をつけてしまって落ちてからは、実は今 0.6% この茶色のところですね、ここまでいくと落ちるんです、でこの今までのところをたどっていただきましたけど、四角で囲っているところありますよね、四角見えます、その赤丸とか茶色丸の後に、これ何かっていうと、その後、指数が落ちたところ、本当ですね、ですのでお腹いっぱいになるとその後もう離すしかないんで、こういうふうに落ちちゃうんですよ、
で今回どうだったかといいますと直近緑で囲っておりますが、はい、今年の1月5日に 0.49% これ金額で言いますと3兆5000億なんですけれどもたまったんですね、そこからは落ちていったと、はい、ですので今 0.5% というのをこれから当面意識しようと思っていますね。で最低の改ざんって1回山をつけるとそこの山をなかなかしばらく越えられない、はい、あのアベノミクス相場が始まるとかそういう大きなことが起きないと、変わらないんですね。だからちょっとしばらくは 0.5% というところを意識して見ていこうとは思ってるんですけどね、はい、ですのでただこれが今現在、はい、もう一回グラフ出していただけますか。 0.3% のところを割り込んでるんですよ。あ、現在は 0.3% を割り込んでいる。で過去もこういった水準からっていうのは戻るときっていうのは、これが、指数も上昇してるんですね。一番下の 0.15% を割ってるところからの戻りもそうですけれども、はい、ですのでかなりその軽い状況にいると。それからもう一つこれ買い残って言いましたけど、はい、売り残っていうのもありましてね、はい、この逆パターンということになりますよね。現物売って先物を買うっていう状況になるんですが、はい、最低の売り残って今日ご用意してないんですが、1兆円超えたんですよ。これ過去ないことなんですね。今現在買い残が1兆5000億ですので、はい、ですのでその3分の2ぐらいの、信用の、最低の売り残ってたまってる。これは当然買い戻されるわけですよ。いずれそうすると相場の買い戻し圧力で指数を押し上げるようになると。これは一つ目の明るいものですね。なるほど、はい、でもう一つね、為替でも一つ出てきました、はい、為替ですね。ドル円のこれもまたよく見ると思うんですが、はい、IMM って言いましてね、シカゴマーカンタイル取引所の、投機筋のドル円の買いポジションは上、ドル円が、円買いの場合は下っていうふうにこの緑を売ったんですが、はい、これ直近一番直近のところ、先週金曜日発表された数字が、円買いになってるんですね。あ、もうゼロを下回っているということ。その前の直近って随分と買い、はい、ドル買いが溜まってましたでしょう、でこれは1ヶ月間でですね、大きく10万枚減ったんですよ。ついには円買いまで来ましたということなんですね。これあの上にいるものがこの緑がだんだん下に下がってくるときっていうのは手締まられてるときなんで、その時というのは円買い圧力、つまり円高圧力なんですが、今それはあのここまで来ましたと。これまたしばらくね、あの下の方に棒を作るかもしれませんから、その時は円高にちょっと向かっても、その後いずれ買い戻されるということですね。で大切なことはね、実はこれドル円って言いましたけれども、ユーロドルもあるわけじゃないですか、でポンドドルもあるわけじゃないですか、この3つを合算すると実はドル円とですね、はい、非常にあの連関が高いんですね、はい、これがこちら、はい、あのユーロドル、あユーロ円ポンドの、ドルで見た時 の、 そのポジション全部合計したものはオレンジなんです。オレンジ、はい、これご覧いただきますと、この緑で囲っている部分何かというと、去年は実はこれあんまりその、レンジ内でその傾きがなかったってことです、ですので上のところドル円についても、そのようにレンジ内だと。それが今回このドル円が変わったことによって、合計でもボーンとオレンジ下行ってますでしょ。そうですね、はい、一番左のメモリ見てほしいんですね。2005年以降で最大のドル売りが溜まってるってことです。これが買い戻されていくときっていうのは、まあ、当然この青も上がっていくでしょうと、はい、若干ですねこの真ん中のあたりご覧いただいても分かるんですが、オレンジに比べて青って遅行するんですね、遅れるんですよ、ですのでオレンジが買い戻されてきたらしばらくしてからドル円についてもドルが上昇していくよっていうのがいずれ出てくるのではないかというのはここから考えられるんですね。ただこれ、見てる人いないんですよ、おそらく、あの初めてご覧になった方っていうか私以外追ってないんで、こういうの、ただこれ取れるんですけどね、今日はこれダウンロードできるようにしました。そうなんです、皆さんの YouTube のオンデマンドの方でも資料をダウンロードすることができますので、ぜひダウンロードしてみてください。はい、ということで今日はこの、まあ、2つの視点で、はい、このまあ、ちょっと明るい要素、ね、ということになりますでしょうか、まあ、いずれ今は中国と、ね、はい、アメリカで、ね、あのジャブ出し合ってたのがストレートまで伸ばしちゃってね、はい、まあ、ただどういった結果になるか分かりませんが、19という面で見ますとね、明るい材料もこういうふうにいくつか出てきてますよということを申し上げたかったんですよね、はい、うん、ありがとうございます。こちらの資料ぜひ井上哲夫相場の潮流重要資料2018年4月10日版無料で入手できます。ぜひ皆さんもダウンロードして改めてチェックしてみてください。井上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
さて、ゴーゴージャングルは今日ご紹介のシストレをはじめ、インジケーター、電子書籍、サロンなど日本全国の投資家やプログラマーが開発するさまざまなコンテンツが集まるフィンテック e コマースサイトです。各コンテンツには実際に使用したユーザーによる商品レビュー、開発者とユーザー、またはユーザー同士で情報交換が行えるコミュニティが必ず備わっていて、お客様に最良のコンテンツをお届けできる仕組みとなっています。有料商品だけでなく無料で入手できる商品も多数取り扱っていますので、ぜひ FX オンサイトをチェックしていただき、さまざまな商品をお探しいただければと思います。また腕に自信のある投資家の皆様からのご出品もお待ちしております。どしどしご応募ください。お送りしてまいりましたゴーゴージャングルマーケットストラテジー、今日はこのあたりでお別れの時間となります。来週も素敵なゲストの方をお迎えします。どうぞご期待ください。それでは今日もこの後良い一日を。さようなら。